い、マイクロファインさん、こんばんは。先生のソロ動画、亀岡での野外フェスでしたっけ。で、スネアを、アクセントつけながら連打する、あれができるようになれないのですが、ひたすらアクセント練習をするのがいいのでしょうか。なんかこんなやつですね、もう。なんかこんなことをやってるやつですよね。結構なんでしょうね、僕のめっちゃ手癖的なことなので、アクセント移動の練習っていうよりかは、タカタ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 タみたいな16分音符の、まあ、定番ポリリズムを練習してもらって、タカタ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 タ、こう33334のこのリズムですよね。タヌキ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 チを、バスドラを入れながらやってもらって、でこれをね、なんでしょう、このままこう、これがなんか割と基礎になってるのかなと思います。で、なんかその、この合間にちょっとなんか、バスロールっぽいなんかこういうの入れて、小技を入れたりとかしてるっていう感じなんで、どちらかというとこれをなんか滑らかに叩けるように練習をしてもらえると、なんかあの僕の超テクセの感じがいけるようになると思います。はい、